おはようございます。GY です。というわけで、今回も、まあ、いつも通り、もう設定するのめんどくせえけど、全員でやっていきます。というわけで、やっていくのは、こちら。末っ子暮らしの手作りお寿司の会、パーティープレート、全2種類。イエー。というわけで、まあ、これ撮って、まあ、あれだ、節分も、おひな様も近いし、まあ、これ取って、お寿司持って、みんなで食べて、キャッキャッ してください。というわけで、これ取っていきます。いくぞ。というわけで、1回目いきます。別にね、これ、お寿司だけじゃなくて、唐揚げでも何でも、ポテトでも何でも乗せれると思うんで、そういうプレートだと思うんで、まあ、隅っこ暮らしということで、子供にも人気あるし、女の子も大好きな子が多いって聞いたんで、これ取って、男の子たち、混ぜてください。というわけで、いくぞーい。懐かしいね、これあんの。まだやりたての時に、まだ動画撮り始めて間もない時にこれやったけどね、前はディズニーの。ミスったな。ちゃうねんちゃうねんちゃうねんって。まあまあ、今のセットプレイってことで久しぶりだからね。2回目いきます。久しぶりだからね、ブランクがあるからね、仕方ないね。うん、ちょっと奥すぎたかな。まあ一回これで休みよう。あら？え？え？え？嘘、音音音音、嘘！嘘！マジ？え？これ簡単だろ？嘘！マジで？それでびっくりしてんだけど。え？嘘？え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと取れない。あれ？はい、すいません。すいません。2回で取っちゃいました、こちら。お寿司の会パーティープレート。あ、これ、ピンクだ。全然気づいてなかった。俺、2個入ってるのかなと思ったら、1個だけだったわ。ぜひ皆さん、こちら、お寿司美味しそう。あー、寿司ってかさ、刺身食いたいな。刺身食いたいな、マジで。ほら、見て。ほら、隅っこ暮らしが、みんなで食事取ってる。手巻き寿司、おせち料理場のホームパーティー大活躍。まあね、まあ、節分もあるし、恵方巻き作るときや、なんだ、ひな祭りやら、友達の誕生日会やら、まあ、なんでも使えると思うんで、ぜひ皆さん、こういうのを取って、皆さんとかお母さん方がこれ取って、これで料理出したら、子供たちも喜ぶと思うんで、これぜひ取ってください。というわけで、注意行でした。あ、時間短いな、どうしようかな。いや、いや、これで、うん、これで OK。よし。というわけで、注意行でした。じゃあねー。どうもどうも、宇宙人後輩です。みんなにお願いがあって、もしこの動画を気に入ってくれた人は真ん中のチャンネル登録のアイコンをクリックしてほしいんだよね。で、今後もいろいろな企画とか考えてるからさ、もしよかったらいいねやコメントもぜひお願いします。ってことで、宇宙人後輩でした。じゃあねー。